足首痩せ一番のポイントはですね、むくみをなくすことになります。サキヨガチャンネル、誰でも簡単にできる足首痩せに効く方法を3つ今日はご紹介します。とっても簡単なので、足をシュッとさせたい方、ぜひぜひ今一緒にやってみてください。それでは早速始めます。足首痩せ一番のポイントはですね、むくみをなくすことになります。まず一つ目はやっぱりこのアキレス腱の部分、このライン見せたいですよね。シュッと、これむくんでいくとだん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 ここら辺のラインもぼやっとしてくるので、まずは軽く親指と人差し指でこの後ろのアキレス腱の部分を、かかとのあたりからふくらはぎの真ん中あたりまで親指と人差し指で挟んで揉んでいきましょう。本当は足の甲からふくらはぎ全体、太もも、足の付け根まで足全体をマッサージできると、より一層足全体の送信効果っていうのも出てきます。ただ今日は足首だけちょっとポイントを押さえているので、このアキレス腱のところ、骨が出るようにもみもみほぐして、そしてふくらはぎの方まで流れを良くしていきましょう。はい、ではラスト1回です。では2つ目、今度は血流を良くしたいので、足首を動かしていきます。今マッサージしていた方の足、手と足の指交互に組み合わせて手と足で握手をしてください。この状態でぐるぐると足首を回していきます。指と指を合わせているのは、指の間を広げて足先から血流を良くする狙いがあります。反対回しもいきましょう。大きく動かしていく。普段ね、足首を使っていない、動かす習慣がない方は、初めはなかなか動かないかもしれないので、大きくゆっくりと動かすところから始めてみてください。はい、では動きを止めて足を下ろしましょう。3つ目はですね、ストレッチを最後に行っていきます。今動かしていた足、膝を立てるようにして、片膝を立てて片側は正座の状態を作ってください。膝より少しお尻に近い位置にかかとを置いて、足裏全体が床についておくようにします。この時点ですでにここが突っ張って、アキレス腱が突っ張ってかかとが床から浮くよっていう方は、少し前に出してもらっても大丈夫です。足裏が床から浮かない位置に足をセットできたら、手を体の横について背筋を伸ばします。大きく息を吐きながら上半身を前に倒して、膝頭を床の方に近づけていきましょう。この時にかかとが一緒に離れていかないように、足裏は床につけたままです。ふーっと息を吐きながら、自分の体重で足の後ろ側、アキレス腱のあたりを伸ばしていきます。ポイントはじわじわゆっくりと倒れていくこと。で、ね、いきなりグンと倒れると足がびっくりしてしまうので、深く息を吐きながらゆっくりゆっくり倒れていきましょう。この動きを 2,3 回繰り返します。ゆっくりと体を起こして、大きく息を吐く。ふう、はい、では体を起こして、反対足も同じように行いましょう。この時点で両足ちょっとスッキリ感とかね、あとは足の温まり方とか触ってチェックしてもらってもいいと思います。では反対足も同じようにマッサージから行っていきましょう。このくらいのボリュームであれば、お風呂上がりだったりとかね、朝こうお出かけする前もできると思いますので、ぜひぜひ3つすべてがおすすめなんですけど、どれか1つでもいいので、ぜひ続けてみてください。さあ、ではマッサージ終わりにします。今度は足首を回します。片足の上に足を乗せて、手と足を握手、足首ぐるぐると動かしていきましょう。床じゃなくても椅子の上とかでもやっていただいて大丈夫です。
反対回しもいきます。大きく動かしていく。足首を動かすと連動してふくらはぎも動いているのが目で見えるんですね。ふくらはぎの動きが良くなると体中のむくみも改善しやすくなります。さあでは動きを止めて最後ストレッチをしていきましょう。片膝を立て、かかとをお尻の方に近づけて足裏床に完全についておく。大きく息を吸って背中を伸ばし、吐きながら体を前に倒していきます。自分の胸、お腹を太ももの上に乗せるようにしてゆっくりと体を起こし、もう一度いきましょう。大きく息を吸って、吐きながら上体を前に倒します。はい、ではゆっくりと体を起こして楽に座ってください。今日は以上になります。はい、皆さんお疲れ様でした。どうでしたかね。少し足元すっきりした、もしくは温まった感覚はありますでしょうか。もしね、お時間かけられるようであれば、今日はこの辺りだけだったんですけど、ふくらはぎ、太ももも一緒にマッサージするとより効果が分かりやすくなってきます。足首太りの大敵はむくみです。水分をしっかりとって足首、足全体を動かすこと、そしてマッサージでほぐすことを徹底してみてください。今ですね、 YouTube を毎日更新しています。明日も夜の8時半に皆さんとここでお会いしたいので、ぜひぜひこちらの動画の高評価と、そして咲きヨガチャンネルのチャンネル登録、ついでに通知もオンにしておいていただけると嬉しいです。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。ありがとうございます。